経験民があんなに若いと言わなかった。もう30歳だよね、あれね。9個はアウト。でもさ、なんで2年と半年しかいなかったんだろうね。なんで取られたの、それ。9個もアウト取ってんのにさ。19勝、19勝って言ったもんね。3回で。要は3審以内にアウト取れない。ここで。行こう、どうしてんのね。ピッチャーが下がりましたね。そうだよね。守備の乱れが。後から来るピッチャーはね。日本のチームに属してるのに、ダメか、お前ら、みたいな。ねえ、いや危なかったね、だけどすごいね、あの総権利はね、うん、球数制限なかったらもうそのまま切り替えまで完封、完封、完封、もう完封ペースだよ、あれ安倍なんか絶対打てないな、ね、大県民最後に全然引っ掛けてたもんね、左バッター引っ掛けないで、ちょっと遅らしてミートをして、あのね、左に良かった、日本のとしてんのにね、日本に対してのルール改正だね、危ない危ない、あれ良かったね、本当3回で取れて、マー君もさ、うん、2回ピシャリ抑えて同点の良かった、マー君だっつったらパカーン、そう打たれちゃってさ、あれは、ね、あ、そうなの、リードは悪いってこと、そう俺は思いました、本当だって、あの4番バッターのとこさ、思いっきり肩口から行っちゃったもんね、交通事故で、ああ行っちゃったって思っちゃったもん、東京ドームだし、あれ入んなくてよかったよね、しょうがないね、9番もあれ行ったな、入らないんだから。ああまあね。オランダの選手のパワーは半端じゃない。そうだね。いやオランダはねやっぱり、ね、食いもんでね。オランダだって全員肩筋出てるもん。面白いね。体格いいから。こんな男も女もいいから、ね。オランダもんね。もともとさ。キューバの選手のカーンって言って右ですからね。あんま飛ぶんだもん。重いよ。重いよ、ね。ハッピーでしょ。そうでしょ。大隣のあのホームランも。あれホームランがあのコースで、そこまで運ばれる。思わないですよね、低めのバスを使ってね、救ってね、田島さん、また同じ球使ってんだよね、向こうは、向こうの統一球に飛ばないバッター強いよ、なんか練習のバッターダメですよ、稲葉なんで特に当たった瞬間になんかバッターバッと違って振り切ってないから飛ばないに、単なるヒットだよね、スナブ役ここはもうブブ振り返ってくるでさ、ルイ先頭バッター出たらさ、次のバッター初球打ちとか2球目打ったりね、もうちょっと粘れよね、いやらしくね、まあね、いやらしくすぐ行っちゃったよね、内川もそうじゃん、そうだね、中田も2球目打っちゃったっけ、ショートゴロでね、でもほら、自信ないからやっぱり初球が行っちゃうんだろうね、いい球来たら行こうと思う気持ちは分かるけど、そうそうそう、壮大じゃね、一番よくないな、サツキの前あたり、ああ、ちょうどね、ボール球ばっかりでワンスリーからそれ手出すかし、クソボールで、あと工藤うるさかったね、黙ってろお前工藤お前の気持ち聞いてんじゃねえんだよお前、これやっぱ工藤と古田のコンビが元気がありすぎて、古田もね、なんかサツヤで言うと松木がこい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 みたいなさ、松木が解説やってるみたいな、よし行け、なんか ここの中と変わらないな感じ、そうそうそう全然解説じゃないよ、あー塚くん楽しいよ、横されちゃって鈴木さん好きそうじゃない、このぐらいだったらちょうどいいんじゃない、うん、マジでどうはなって負けを確保しました、8回まで8回までは負けを確保しました、鳥谷のスチールやばいと思ったよ、あれしくじたかと思ったよ、アウトじゃねえかと思ったよね、やっぱね、あれ
セーフしちゃう。うん、俺も良かったと思う。ノーサインだったってあれ。そうなんですけど、うん、行けたら行っていい。ノーサイン。超ドキドキでしたね。ね。だってもうなんかあの投げた時解説、あの、うんうん、実況が。はい、走ったみたいな。びっくりしたもんね。行くだよね。行っちゃっていいよ。本当に走ってる鳥谷。うん、あー、蹴っとってまーす。鳥谷、なんか足は肩いいよ。肩いいじゃん。確かに足はないないないそうですけど、めったに走らない感じです、ね。そうそうそう、実際には。あれ、今なんで出たの？ファーストエラー。ファーストエラー、うん、なんかファーストの足が離れるらしい。てっきりアウトだと思ったか。まあ、アウトだった。オーケー。おお、これは。おお、これは。上がったね。回れ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 。セカンドストップです。セカンドストップ。セカンドストップ。ダイバッチ、ダイバッチ。ダイバッチ。ダイバッチ。ジャパンにもこれぐらいの。本当だよね。欲しいですね。これ長打は長打が。二人で一点取れるぐらいになればいいのにね。これぐらいの長打が見たいですよ。今日中田もあれ入るかな。ないらんないらん。行くかな。じゃあ一本狙ってけ。はい。ね、からくり道具みたいな。空調でそこはこうね。行ってほしい。あれ空調で操作してくれる。テラスだったら入るかもしれない。お。もしかしたらマツダスタジアム。ああ。横浜とか。ジンルとか。バリンとか。地方球場なんで。残念だ。でも、まあ、1本犠牲フライ打ったからね。よっしゃ、よっしゃ、よっしゃ。はい、ナイスさん、ナイスさん。オッケー、オッケー、ナイス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 、送り。オッケー、オッケー。ナイス、送り。送りバントでしょ。あ、すっごい悔しい。ナイス、ナイス。悔しい、ナイスバント。オッケー、ナイス。ナイス、送り、ナイス、送り。これで1点入ったらね、今の大きかったと思う。糸井バントはなかったよね。いや、あれはやっても良かったんですけど、やる場所が悪かったですよね。だから三塁側に転がすにしてもっとサードに取らせるバントじゃないとダメですからね。なんでピッチャーが取ったら、あそこアウトですよ。ヘッホーめちゃめちゃ効く。やってましたよ、前。勝ってよかった。あれすごい。勝ってよかった。明日、あとオランダになんとか勝ってもらって。ピッチャー次第だね。誰だろうんですかね。あの25番ってアンドリュー・ジョーンズ。はい、先発明日。オランダの。アンドリュー・ジョーンズ野手です。あれ、いるよね。あのメジャーリーガーだよね。今年から楽天です。だから楽天にしたの、もしかして。ねえ、ナイス。バカバカバあ、ダメダメダメ。いや、ファーストからじゃん。焦る、焦る。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 これ貸して、これだけ、これ剣士、途中で、チェンジアップは適当になるぞ、チェンジアップは、チェンジアップの振りとかこれです、それ先に、そうそうそう、やっぱ杉内はちょっと調子悪かったね、あの振りしてたから、なんとか抑えたけど、うん、昨晩ちょっとやっちゃってたんだもんな、入っちゃった。ワールドベースボールの宇宙がワールドベースボールみたいって言ってたら大原猫が落ちてアウト打ち上がりだって。ヒーローズ軽いですよ。さあワンアウトワンアウト。小川さんのカメラに伊藤さんかぶっちゃって、もろかぶりだったら。お前の前の前の前、シャーネシャーネシャーネ。球速そうだね。さあ、ラミちゃん楽に行こう、開幕だから。
まずいよ、ファーストで。チャンス、チャンス。サバチ、アブニ、アブニ。はい、いいの。第1回戦だよ、いいよ、振ってもってば。よー、ナイスセン、ナイスセン。